香川徳島県道108号線勝浦美濃線の紹介をしていきます。勝浦美濃線は分断県道となっています。徳島側の起点は県道12号線の徳島県三好市美濃立野というところから入っていきます。徳島県側は2車線の道が続いていきます。徳島県側は約6キロ道が続いています。途中からは林道町道経由で大岡山を越えて琴波に行くこともできますが、栗林から先は悪路となっているので途中農道経由で香川県へと向かっていくこととなります。もちろん普通まっすぐ進んでも琴波町側に降りていくことはできます。4キロ地点から農道の方に入っていきます。マスズ峠の方へ向かって進んでいき、途中から滝の奥峠という案内に変わっていきます。4キロ地点から農道は約6キロメートル走ることとなります。幅が広い農道なので離合は楽々とできることができます。阿山山脈徳島側を走っていきます。比較的アップダウンの多い道ですが、徳島県側がよく見えます。吉野川と町並みが続いて見えます。美濃町の別の道から続いて 道と合流します。そして滝の奥峠に到達しました。滝の奥峠から中間点となります。ここから 8.4 キロ阿山山脈を下っていきます。滝の奥峠は土器川の源流にもなっています。丸亀を経由し瀬戸内海へと注いでいく川です。滝の奥峠からはしばらく狭い道が続いていきます。異常気象時通行規制区間が続いていきます。カーブや分岐が多いですが、林道の看板や町道の看板が立っているので比較的迷うことはなさそうです。ヘアピンカーブや落石注意の看板、長い下り勾配の看板があります。途中から道は2車線となります。下府家という地区まで降りてくるとコミュニティバスも走るところのとなります。ここからは人家がちらほら現れてきます。分岐が比較的多い道です。長禅寺というお寺が大きいお寺があります。異常気象時通行規制区間は 5.5 キロほど続いてきました。そして大川山キャンプ場へと続く道があります。狭いので離合は難しそうです。集落が見えてきました。長禅寺まで降りてくると間もなくすると勝浦地区に入り、終点国道438号線との交差点へ向かいます。香川県万能町琴波勝浦までの道です。土器川の橋を降りたところで渡ります。県道108号線は約 18.9 キロの道です。おまけで益津峠への紹介をしていきます。益津峠は阿山山脈の四大峠の一つとなっています。約6キロ周遊することができます。以上、徳島香川県道108号線勝浦美濃線の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。